エジプト文字とは、エジプト語の表記に用いられた、ヒエログリフ、ヒエラティック、デモティック、コプト文字のうち、共通の表語、表音体系を持ち互いに、系統関係にあると考えられる全三者の総称。近代のエジプト文字研究は、古代ギリシア語とエジプト語の大訳碑文であるロゼッタストームの発見により、一気に進展する。 エジプト語部分は2種類の文字で書かれており、ギリシア語での布告は、神聖文字非や土着文字延長り、ギリシア文字で石碑に刻み寺院に設置すべしという指示に終わっていることから、これらの2種の文字が、ヘロドトスやシケリアのディオドロスなど古典時代の文献で言及された、エジプトの勢族2種の文字に否定された。 土着文字に対するデモティックという名称はヘロドトスの二分法に由来する。しかし他のエジプト遺跡の研究が進むと書かれた文字資料の中にさらに異なる事態があることが明らかになった。例えばナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征に随行した学術調査団の報告書エジプト史の内テーベボチを担当したジョマールはアレクサンドリアークレメンスが ストロマテイスの中で言及しているエジプト文字の三種の用法、メシドウスを引用して、神聖文字のうちパピルスに書かれた文字が、神官階級が用いたとされるヒエラティックにあたると考え、いくつかの文字について、非文のヒエログリフィックとの対応関係を観察している。ロゼッタ非文の解読者、シャンポリオンの遺構となったエジプト語文法では、 死者の書などに見られるしばしば再色された線画のヒエログリフとヒエラティックが区別され、象形的なヒエログリフから線画ヒエログリフを経て、1000文字のヒエラティック、最終的にデモティックに至る省略過程として、派生関係が説明されている。19世紀以降多数の資料が発見され古代、エジプト史の詳細が明らかになった結果、 これらの文字の関係についても新たな知見が加わった。象形性を書き線文字化したヒエラティックは、線画ヒエログリフが現れるよりはるか以前の初期王朝期からヒエログリフと並行して発達したと考えられ、また、用途や地域、時代による編集もヒエログリフより多い。デモティックは、このうちの下エジプトの行政用書体から発達したものであり、末期王朝時代に、 エジプト全土の共通書体として、宗教文書を除くほとんどの分野で、ヒエラティックと置き換わった。ヘロドトスの二分法は、このようにデモティックではないヒエラティックが、宗教用文書としてのみ残存していた状態として、説明される。ヒエラティックやデモティックとヒエログリフの間の関係も、地域や時代によって、必ずしも一貫した関係ではなかったことが、伺われる。 ロゼッタ碑文の場合も、ヒエログリフとデモティックの対応が単なる初帯差ではなかったため、デモティックを標音性に着目して解読したトーマス・ヤングは、ヒエログリフの解読にはサジを投げることになる。象形文字であるヒエログリフも含め、初期からアブジャド的な標音文字としての用法が固有名表記に用いられている。エジプト語もフェニキア語などのセム系言語と同様に、 アフロアジア語族であり、語根が子音配列で決定され母音の違いによる意味の違いが周辺的なものに留まるため、母音を表記しないという点で、セム系、アブジャドと共通であるが、エジプト文字はエジプト語表記に必要な単子音文字を完備する他に、二子音、三子音を中心とした子音配列に対応する文字を持つ。これらの多くは、表意的な用法でも用いられ、 この場合は、表意的な用法であることを示す記号が付加された。また、同じ記号連続の多義性を解消するための意味、限定符も加えられた。これらや、文法上の総数と複数を示す記号は、純粋に表意的な記号である。一方で、表音面での曖昧さの解消のために、振り仮名や送り仮名に相当する、表音文字もしばしば付加された。つまり、ある語が、 表音あるいは表意用法の文字に、これら各種の区別のための記号を加えた連続として表記され、全体として他の語と区別される仕組みであると言える。このような仕組みのため、特に1000文字のヒエラティックやデモティックでは、語の綴りがある、程度固定する傾向が見られる。文字の配置も右から左への横書きに固定され、頻繁に用いられる連続では、結合時が多用された。 これに対して、象形性を維持したヒエログリフでは、同じ語の綴りや配置が全体としてのデザインに配慮して入れ替えられることがあったほか、偶意的な表意記号による置き換えなど、固有の約束時に基づくと見られる特殊な綴り字も用いられた。これらの約束時は、ヒエログリフ初期としての進化によって継承されたと見られるが、これらの伝承が古典文献を通じてヨーロッパに伝えられ、 神秘的な象形表意文字という誤解が近代まで続くことになった。ヘルニズム時代以降、エジプトの公式文書としてはギリシア語のものが要求され、デモティックの用途も限られるようになった。エジプト語の表記にもギリシア文字を基本としてエジプト語固有のシーンの表記にデモティックの字母を追加したコプト文字による表音表記が当てられたため、エジプト文字の知識は失われた。 原子内文字やフェニキア文字などのセム系、アブジャドはその文字名から本来は象形性を持っていたと推測され、エジプト文字のうちの一部をエジプト文字の字型にセム系言語の統音を当てる一シ文字のみのセットとして尺用したのではないかという説が有力であった。エジプト内部でワディエルホル文字が発見されたことは、この説をさらに強める事実となった。 メロ絵文字はヒエログリフとデモティックの字型の一シーン文字のみのセットを尺用したアルファベット体系である。ミノア文明の発見者であるイギリスの考古学者アーサー・エヴァンズはミノア文字がエジプト文字の影響下で成立したと考え、象形文字をクレタヒエログリフと名付けた。ただし、1000文字 A や1000文字 B との比較から基本的には 千文字 B 同様の音節文字であったという説が有力である。同様に音節文字ではないかと推定される未解読の小形文字にビブロス文字があり、こちらもビブロスギジヒエログリフと呼ばれることがある。ありがとうございます。